キッス FM がお送りしているバンディーズ What's Going On、10月の19日の放送はですね、今回は豊中にあります合気道の道場、昇仙寺に来ております。正しい泉の寺と書いて昇仙寺です。そしてお話を伺うのはこの合気道のマスターですね、島本勝樹先生です。よろしくお願いします。島本です。はい、島本先生、番組の中でも聞きましたけど、この合気合わせる気という考え方、もう一度ちょっとこのビデオでもちょっと記録しておきたいので説明していただきたいんですけど、合わせる気、はい、気を合わせるということなんですが、はい、気を合わせると単純に考えてそれだけ言葉を捉えてみると、はい、相手と気を合わせる、すなわち、はい、迎合するようなニュアンスがどっかにあるけど、そうではない、はい、相手と迎合とか妥協を相手というのではない、はい、迎合というのはどちらかが少なからず犠牲になる、はい、どちらかがちょっと変容する、はい、でそういう形でどちらかが優位に立つ、はい、そういう優劣が生まれやすい状態が迎合ですね、はい、あるいは妥協ですね、はい、ところが合気というからにはどちらかとも 100% 生かされやなきゃならない、はい、これが合気なんです。したがって、はい、武道であるけれども相手と向かい合って稽古するときに、はい、仮の攻撃を仕掛けてもらって、はい、仕掛けてもらったおかげで相手のその攻撃する気と私の攻撃を受ける気と両方がハーモニーすることによって平和を生む、はい、そういう武道の両方が生かせるやん。武道というのは大体相手を打ち負かすために練習してますよね、うんうん、相手とは違いますか。違いますね。だから合気道の愛は、うん、食べ物で言えば和え物です、はい、日本料理の和え物というのは和のものとか、はい、和とはハーモニー、はい、合気道の愛と同じです、はい、和え物というのは2つの以上の素材が合わさって両方の欠点をお互いが補い合いながらお互いの長所がそのまま生かされ合う、はい、こうして出来上がった第三の味が和え物、はい、色で言えば白と赤であれば白と赤が混ざったらぐちゃぐちゃになったらピンクになる、はい、ピンクでなくて赤は赤白は白で両方のコントラストはうまくそのまま生かされてハーモニーされた姿が相手なんです。だから食べ物といえば合い物、そして、色で言えばそうネクタイのような、はい、ごっちゃになった色ではない。中国の言葉にね、はい、小人小さい人の交わりは、はい、動じてはせず、はい、同じになるけど迎合するけども合わせることを知らない、はい、ところが大人大きな人、はい、大きな人の交わりは和して動ぜず、はい、今空気を読むとかね、同調圧力が働くとか世の中いろいろ言ってますけどこの和というのは決して迎合ではないいうことを、これちょっと世の中に言っていかなあかんかも。ぜひともお伝えしたい。いや、僕も勉強せなあかんけど。いやいやいや、僕も迎合してばっかり、もうね、優柔不断な人間ですが、いや、それはでも、すごいなあ。ですね、それを、でも、私が今喋ってるように、言葉で言うとあれ方簡単なんです。はい。ところが大事なのは、それを日常生活にどう実践するかということなんです。はい。日常生活で多くの人間とこう接触する、はい、人々とのこう接触が必ず摩擦が起こります。家族でもそれから兄弟でも、はい、周りの人ともあるいは電車の中でも街歩いてとも、はい、それらとどう常に迎合でなくて犠牲でなくてどう和をするのかって、そこのところに実践が向かないと、せっかくしんどい目してやけど稽古しても大した意味はない。相手を投げる技、相手を固める技、そんなテクニックだけやってたって、これはどちらかといえば相手術であって、うん、道ではない、道ではない。じゃあこれはやっぱり道というのはやっぱこう生きるそのものですね、生き様そのものでなきゃいかんと思うね。先生はね、これ僕の今回のインタビューのまあメインだったんですけど、はい、イスラエルで有名人じゃないですか。ね、イスラエルっていうのは日本人にとってはもうずっと戦争をしてる怖い国と思ってるんですが、うん、そんなとこの人が先生の合気道を求めてくれる、うん、これどういう意味なのか、このビデオでもちょっともう一遍説明していただきたいんですけど、私のこうどういうかな、その意見というかその発言は必ずしも意を得てるとは思いません。あくまで私個人の個人的な方
単なる一味方に過ぎないかもしれませんが、はい、イスラエルという国がして報道されていますように、ミサイルが飛び、はい、私どもの行っている時でもやっぱり戦闘機がガーンと上を飛んでいくことってあります、はい、でも彼ら の、 その平和に対する切実な思いと実践、はい、それは私たちが想像を絶するほどのすごいすごい質の高い平和を実践し求めている国民である。私はもうしょっちゅう爆弾が爆発しているようなところの人は平和を求めて当たり前ですよね。ですね。なんで喧嘩してんねんって日本で言ってる無責任ですよね。ですね。どちらかというとそうですね。そう喧嘩せなあかんからしてしまってるのにこっちからなんでもっと仲良したらええやないかって簡単に言うけどできひんから、だからこそ平和を望んでる気持ちは日本人よりはるかに強いかもわかんないですね。そうですね。切実だよね。はい。本当に切羽詰まった平和。例えば私今駅道の道場に行って、うん、そこで稽古しますが、非常に体格の家ある方が今日一日入門させてくださいって、はい、定時で挨拶するんですよ、はい、どうぞ一緒にやりましょうって言われてください、うん、身分を明かしたらその人はイスラエルのオリンピックの柔道コーチなんです。はい。8段、7段なんです、柔道の。はい、偉い方ですね。すごいです。イスラエルの柔道の、いわゆるオリンピックの専任コーチですから、はい、その方が手をついて、平和の学習させてくださいって。どうですか、日本でやりますこれ、うん。もう一人来た。はい。私も今日お願いしたい。イスラエルで空手を教えてる先生なんです。はい。いろんな武道の人が、一つの合気道という武道でたまたま土砂まりで行ったような私に手をついて、はい、今日一日やらせてくださいって、はい、気合はその心の深さっていうか、はい、平和に求める深さっていうのはすごい、はい、ものすごく深いものがあって、この心は私イスラエル国民の多くの国民を代表している姿だと思う、はい、だからイスラエルというのは、キリスト教、それからイスラム教、それからユダヤ教のメカですよ、はい、3つがこう混在してます、本物が、はい、稽古にもそれらの人が混じってやるんですよ、はい、宗教、言葉、それから武道の種類とか男女、それから全ての状況を全部超越したところの平和を求めるんですよ。そうして稽古が始まるんですよ、はい、こんな道場私知らん、まあ知らん、知らんって他にもあるかもしれんけど、私の、十数カ国しか年間回らない、その中でそこまでの平和に対する切実な思いで平和の武道を学ぼうとするそういう人たちが集まる会っていうのは見たことない、うん、だから本当に私も稽古に死に物狂いで立つ、どうしよう、受ける人も死に物狂い、はい、見てる人、ギャラリーもたくさんあります、はい、ギャラリーもやってる人もするものも参加者が稽古があってから涙が出るような雰囲気の道場っていうのはないんですよ。なんで涙出すね、うん、平和をこんな形で実践して生きる目標がこの方向に見つかったという喜んでくれる人がいるからなんです。もう時なこと言いますけど、武道で空手があり、まあ、いろんな武道があり、うん、して合気道も生まれた、うん、軍隊にも愛機ミサイルみたいなのが上がってきて、愛機ミサイルなの？で、戦争やってるところにそれがポンと落ちたら、うん、戦うのをやめてみんなが握手する、うん、そんなもんできませんかね。やってほしいよね、そういう特約が欲しい。だから、うん、日本の持つ武道、いろんな柔道剣道、うん、空手、それからいろんな武道がある、これが素晴らしいものがあります、うん、素晴らしいがためにそういう人たちがそういう和合を求めてそこに実践に来られる、はい、それが日本のそのいわゆる格闘技でやったにせよ勝つための武道であるにせよ、しかしそれが今広く解釈されて生かされて、はい、イスラエルのその柔道の専門家が合気道に一日長いに来られるというその姿自身がね、はい、合気道が優だとか劣だとかいう優劣の問題ではなくて本当に横一列になるんで手をつないでる武道館、はい、から武道館という武道の間で、はい、いろんな種目の間で横に手をつないで一列になって、はい、そして
何のために手をつないでこうやってるかというと、ここまで平和を受理するためですよ。生活の中に平和を取り入れるためですよ。強いては合気道は相手と自分との和合を言うんだけど、自然との和合、大地との和合、天地との和合が最終的な目標。そんなレベルで考えたら、人との争いとかそういうちっちゃな問題だから盛り上げたらもうこれぐらいにしてもっていう、そういう発想に変わってこないおかしいんです、はい、レベルが狭い、はい、人と人、国と国という狭い範囲、はい、和合とは自分の一つの心と体のある程度統一された姿を持って、はい、最終的には人、そして次は大自然、できれば天地宇宙との一体感を実践する。自分の中の天地の姿を再現して発見していく、そういうレベルの話ですから、はい、ちっちゃなミサイルがどうこう、迎撃がどう、そんなちっちゃな世界で切り切り舞いしてるのはお釈迦様の手のひらの上で切り切り舞いしてる、かつての孫悟空の悟空と一緒ですよ、うん、手のひらの上で切り切り舞いして威張り散らして、庭師が強いこっちが勝った負けたて、そんな世界にもうさよならするべきですよね、うん、日本も大きな大きな痛手を被りましたよ、うん、最近大きな大きな被害を被った、そして日本だけじゃない、たくさんの人がやっぱり世界で死んだ、ユダヤ人は今イスラエルの国の人たちはそれを国民を挙げて、そしてそれを痛み、そしてなんとか本当の、はい、本当の意味の平和をつかもうとしている、そういう姿がすごいと、日本は平和が当たり前やけど、イスラエルの方、まあ、もちろんパレスチナの方、うん、ずっともう平和ってないわけですから、うん、逆に言うと喉の渇いてる人に与えるコップ一杯の水のように、うん、平和が切実で、うん、我々は学ぶべきことがいっぱいあるという、我々のコップ一杯の水は熱中症にかからないちょっとまあ飲んどきなあれという感じの水が多い、そういう程度の平和の感覚が多いと思う、うん、もちろんもっともっと厳粛に考えている広島や長崎の人たちもそう、日本人の国民の中で多くの人も考えているのも深い平和もある、でも一般的にはまだまだそういう意識がある、ところがイスラエルでは一般的にレベルが違う、平和に対する意識が、取り組みが、そんな国に必要としてもらって誇れますよね、誇りは確かにあります、すごく私自身はイスラエルが好きです、来てくれって言われるんやから、行かしてくださいってむしろ、うんうん、行かしてくださいで行ってそういう実感を味わいたい、行って何か教えましょうととてもやるそういうあれではない、はい、行かせてください、一緒に学ばせてください、実感させてくださいという国に変わってきた私のイメージは。先生、本当に先生の、ね、メッセージをことあるごとにこれからも伝えたいと僕は思います、はい、島本先生は10月の19日の登場です。お楽しみに。ありがとうございます。